官房長官平野博文君。自衛隊の指示の国連軍という形でおられるかどうかは分かりませんが、ざまに国連の軍の旗を経由しているということでございます。佐藤正久君。委員長、そこだけじゃないんですよ。それは日本には朝鮮戦争における国連軍というものが位置されて、地位協定もあるんですよ。総理勉強してください。で、そのまだ朝鮮戦争は終わってないんですよ。まだ休戦状態ですから。その7つの箇所に、今日本の7箇所に後方司令部なり国連の基地があるわけです。その一つが普天間基地なんですよ。総理ご存知でしたか。内閣総理大臣鳩山由紀夫君。今教えていただきましたことに感謝いたします。佐藤正久君。そこも分かんなくてですね、普天間基地の移設、これはちょっとおかしいと思いますよ。行かれたらちゃんと日本の国旗とアメリカの国旗と国連旗が立ってますよ。佐藤さん、その通りだよ。それを分からずに移転云々する、日本の安全とか今抑止力東アジアと言われたばっかりなのに、そこをやっぱり総理以下はやっぱ分かった上で議論しないといけないと私は思いますよ。それは福島大臣、ちょっとお伺いしますけども、日本には今言った国連が存在します。で、朝鮮戦争は北朝鮮による侵略だとお考えでしょうか。福島みずほ国務大臣。私は朝鮮戦争について、一応の知識はありますけれども、ここの場で、北朝鮮による侵略かどうかを言う場面ではないというふうに思っております。発言を控えさせていただきます。佐藤正久君。でも今このまさにその朝鮮戦争の国連軍の基地がね、普天間にあるんですよ。それをグアムに移転しようという話も福島党首は言われてるわけですよ。だったら朝鮮戦争の国連軍、これはあるわけですから、朝鮮戦争は北朝鮮による侵略かどうか、これを認識をやっぱ聞いてるわけですよ。正直に答えてください。福島みずほ国務大臣。私は座間キャンプにも普天間基地にも嘉手納基地にも行きまして、国連軍の旗が立っており、なぜそこに国連軍の旗が立っており、どういう役割があるかはもちろんその場で説明を受けております。ですからそれぞれの基地の役割は理解をしております。しかし私は日本の閣僚の一人であり、朝鮮戦争についての見解を言う立場にはないというふうに考えております。福島大臣の認識は今答えていらっしゃると思いますか。答弁拒否ですよ。答弁拒否してるんですから。だから普天間基地今ここにあって、その国連軍があると。だから日本はなぜどういう立場で受けてるかって大事な問題ですよ。これ答えてもらわなきゃ。もう一回質問してもらいましょう。それじゃあね。じゃあ答えてください。佐藤正久君。朝鮮戦争ではやはり多くの方が亡くなっているわけですよ。で、実際にその国連の軍を受け入れているわけですよ、日本には。で、福島大臣はこの閣僚の一員ですから、そこは認識をやっぱり国民の皆様に示すと。曖昧なままだとそれはいけないと思いますよ。はい、福島みずほ国務大臣。私は韓国を何十回と訪問しておりまして、朝鮮戦争における被害の実態ももちろん聞いております。しかしある国とある国の歴史的な事実関係において、日本の閣僚がそれを侵略かどうかということは私は差し控えさせていただきたいと思います。歴史的な事実と認識はもちろん知っておりますし、被害の現状やそれぞれの被害の話ももちろん聞いております。しかし日本は韓国でも北朝鮮でもありませんので、それが侵略戦争かどうかについてはこの場では控えさせていただきます。佐藤正久君。それでは日本に国連軍がいること、これについては賛成ですか反対ですか。福
島みずほ国務大臣。賛成か反対かではなく、国連軍が現在日本にいるということの認識は持っております。それはもう歴史的な事実として、まあ、国連軍があるわけですから、それは歴史的な事実として受け入れております。佐藤正久君。それでは今地位協定があるわけですよ。なぜ今国連軍の朝鮮戦の国連軍が日本にいる、どのように思われますか。その理由をお聞かせください。福島みずほ国務大臣。日本に国連軍が存在するのは、それは先ほど佐藤委員がおっしゃった通り、朝鮮戦争が終わってないという認識だから、まあ、今国連軍が日本にいるというふうに思っております。ですから私は、まあ、朝鮮戦争が今終わってないということに関してもいずれ問題の解決がされるようにとは思いますが、そのように認識をしております。佐藤正久君。国連の認定では北朝鮮が侵略というふうに言っていると思います。それをどういうふうに感じますか。福島みずほ国務大臣。はい、それは国連の認識であり、私自身は今ここで、認識と、まあ、評価の問題に関して一閣僚として言うことは控えさせていただきます。佐藤正久君。はい、日本はやっぱり国連の加盟国なんですよ。でそういう中において、さらに国連 の常任理事国を目指そうという政府の意思もあるわけですよ。それについて閣僚の一人がそこを明確にしない、これはまたおかしいと思います。総理いかがですか。平野博文内閣官房長官。当時かましてないだろう、まだ国連に。佐藤先生はベテランの先生でございます、専門家でありますが、今国連軍と先生おっしゃっておられますが、正規の国連軍はまだ日本に、駐留したことはございません。佐藤正久君。でも実際に国連軍の方が日本に来て挑戦もしてるんですよ。事実はあるんですよ。そこは官房長官勉強してください。じゃあさらにその国連軍の基地がある普天間基地をグアムに移すというなとなると、まあ、そこも朝鮮戦争の関係も考えないといけない。それは当たり前のことだと思います。防衛大臣、グアムにこれを移すという今案がいろいろありますけども、大臣もグアムに行かれました。グアムと沖縄の距離大体どのぐらいで、もしも船でそれを移動するとなると何日かかるというふうに認識されてますか。北沢俊美防衛大臣。距離は正確には承知しておりませんが、多分私 の知識では 2,3 日で、十分だというふうに思います。佐藤正久君。まあ、やっぱり3日かかるんです、約。で距離も2300キロ弱なんです。そういうことも考えながら、やはり普天間基地の移設も考えないといけない。でじゃあさらに、じゃあなぜ今朝鮮戦争がまあ休戦中という状況ですけども、海兵隊が韓国の方に駐留していないのか、それは防衛大臣ご存知ですか。防衛大臣北沢俊美君。韓国と北朝鮮の紛争は陸上の戦闘が主でありますので、米軍は陸軍を駐留させているというふうに理解しています。佐藤正久君。